着いたよ。ここがフィレネ王国だ。のどかで美しい場所ですね。ありがとう。見たところ周辺に異形兵の襲撃はないようだ。リトスの力は海を越えてくることになったけれど、疲れていないかい？平気ですよ。ならよかった。強引に連れてきてしまってすまないね。ここへは私の意志で来ています。どうかそんなに気を使わないでください。よかったら王城に着くまでにフィレネのことを教えてくれませんか？ああ、お安いご用さ。我がフィレネ王国はエレオス大陸にある4つの国の南西に位置している。国を治めているのは僕の母である女王イヴ。春の季節が長く、国土には緑が多く実りも豊かだ。民も王族も平和を愛し、数百年もの間戦をしていないんだよ。素晴らしいです。歴代の王様方の統治の賜物ですね。君にそう言ってもらえると嬉しいよ。この平和を強固なものにしようと、母の代で三国不戦同盟を結んだんだ。これがある限り、同盟国である隣国ソルム王国とブロディア王国とは戦争をしない。ソルム王国とブロディア王国、自由の国と武力の国だと聞いています。その通りだよ。ソルムは自由な国風で、フィレネ王国に対してももともと友好的だったんだ。ブロディアは説得を続けて同盟を結んでくれたけれど、国王は野心的な人物でね、今も自国の領土拡大のためにたびたびイルシオン王国に攻め入っている。イルシオン王国、その国は不戦同盟に参加していないのですか？ああ、あの国はフィレネから最も遠いこともあって、交流も薄く、わからないことも多いんだ。特徴としては冬が長く雪深い国で、蛇竜を信仰している者たちがいる。蛇竜を？だからといって国全体が悪いわけではない。個人的には複雑だけれど、何を信仰するかは自由だ。神竜様もイルシオンの民や王族のことをどうか悪く思わないでほしい。大丈夫、分かっています。私が憎むべきは蛇竜、そして母さんを殺した者です。アルフレッド、次はフィレネに託されている指輪について教えてください。フィレネに伝わる指輪は慈愛の王女の指輪だ。見た感じは本当に普通の指輪で、リトスの王城で君たちの戦いを見るまでは紋章師の存在はただの伝承だと思っていた。彼らが本当に存在するだなんて、妹が聞いたら驚くだろうな。妹？この国の第一王女のことだ。名はセリーヌ。今は女王と共に城に残っているよ。お城に行けばセリーヌ王女にも会えるのですね。気軽にセリーヌと呼んでやってくれ。君に親しくされれば妹も喜ぶだろう。ああ、フルルの風車村が近づいてきた。ここを抜ければ王城が。あ、なんだか村の様子がおかしい。え？何かあったのかもしれない。急ごう。気分になりますね。なんということだ。ここは平和の村だったのに。一刻も早く討伐しないと。手を貸してくれるかい？もちろんです。囲まれてしまうなんて、これじゃお兄様のところに行けないわ。セリーヌ様、ここは我々に任せ、お逃げください。敵がこれ以上増える前にお早く。ルイ、クロエ、でもあなたたちが。姫をお守りするのが我らの使命。ここでやられるほどやわではありません。お急ぎください。
お城の一大事を早くアルフレッド様にお伝えしないと。分かったわ、必ず戻るから、それまで持ちこたえて。すみませんね、本当ならクロエにはセリーヌ様に寄り添い片時も離れてほしくありませんでした。あらまあ、私もセリーヌ様とルイに一緒に逃げてほしかったわ。騎士は姫に寄り添ってこそだもの。再びセリーヌ様にお会いするために頑張りますよ、クロエ。ええ、ルイ。どうしてここに？母上と城にいるんじゃなかったのか？大変なの、お城にイルシオン軍が進軍してきているわ。なんだって、イルシオンが何の目的で？わからない、何もわからないのよ。お母様はこのことをお兄様に伝えなさいって。私、イルシオン軍が来る前にお城を出たの。でも港に向かう途中で囲まれて、私を逃がすためにルイとクロエが残って戦っているわ。お願い、二人を助けて。分かった。セリーヌ、紋章師と指輪は持っていますか？ええ、お母様が持たせてくださって。え、あなたはまさか神竜様？はい、ついに目覚められたのね。こうしてお話できて光栄です。紋章師の指輪はこちらに。どうぞ神竜様。あ、呪文が頭に浮かんできます。守れ、響きのエンブレム。私は紋章師セリカ。争いは好まないのだけれど、大切なものを守るためなら喜んで力を貸すわ。答えてくださりありがとうございます。これがフィレネの指輪に宿る紋章師か。すごいわ、紋章師セリカ、なんて綺麗なの。私も戦うわ。お願い神竜様、彼女の力を私に貸してください。この村の民たちを、そしてルイとクロエを助けたいの。わかりました、指輪はセリーヌに託します。弓兵が多いわね、これじゃ思うように動けないわ。では弓兵は僕が倒しましょう。代わりといってはなんですが、マージは頼みます。重装兵は魔法が弱点だものね。私は魔法には強いから任せてちょうだい。たまにはお互い守り合うのも悪くないわね。新たな扉が開きそうです。
あの民家、門が開いているようですね。今は異形兵がはびこっていて危険です。訪問して知らせましょう。お役に立ちたいです。森人として、よろしくね、紋章師セリカ。ここに来る途中、あなたの声が聞こえた気がしたの。こうして共に戦えて嬉しいわ。私もよ、セリーヌ。ここからは全力で力を貸すわ。あなたの大切な人たちを守りましょう。はい。私には今、紋章師の能力が宿っているのね。セリカの力を使えば、ルイとクロエを助けに行けそう。ブシロン、ここに。紋章師様、お願いします。温かな力を感じるわ、セリカ。あなたと一つになれたのね。これならもっと強い心で戦えそう。民よ、皆を守ってみせるわ。あなたを助けたいの。指示をくれ。見なったようだ。目線ありがとうございます。私だって行きましょう。いいとこに来たぜ。
今のうちに民家を襲って金目のものをいただくか。強い力を感じます、この水晶から。それをどこで？神竜王城での戦闘の後、指輪の間に落ちていたものだそうです。マルス、何か知っているんですか？それは竜の時水晶、時を戻す力を持つ水晶だ。戻せる時間には限りがあるけれど、戦場で使えば有利に戦える。竜の時水晶、ただの装飾品ではなかったのですね。手に入れた以上は有効に使おう。君になら扱えるはずだ。試してみるといい。仰せのままに。外に化け物が。知らせてください。ありがとうございます。お礼にこれを。安らかな眠りを。
平和のために戦うと決めたのよ。待っていて、今行くから。あなた様もご無事でよかったです。おや、そのお力は。紋章師セリカの力よ。神竜様が指輪から権限してくださったの。神竜様が。詳しいことは後で説明するわ。まずはこの場を収めましょう。もうあなたを置いていったりはしない。ここからは共に戦いましょうね。もちろんです。セリーヌ様と紋章師、なんと美しい組み合わせなのでしょう。危険を知らせてくださり感謝します。これを差し上げますので、どうか元の平和な村に。この身を捧げよう。砦にいる異形兵たちを出撃させよう。あなたたちのおかげでお兄様と合流できたわ。それから神竜様とも。神竜様は私の持っていた指輪から紋章師セリカを権限してくださったわ。神竜様に紋章師？まあ、まるでおとぎ話のよう。この力があれば足手まといにはならない。ここからは共に戦いましょう、クロエ。もちろんです、セリーヌ様。
さぬぞ、フィレネの姫。くれましたか。はい、力がみなぎるね。負けるわけにはいきません。エンブレム、エンゲージ。安全ではありませんが。正規兵さえ率いていれば、この私にだって。危なかったね。大丈夫？
けてくれてありがとうございます。あなたは私の命の恩人です。そんな当然だよ。困ってる人がいたら助けなきゃ。あなたは一人でここに来たんですか？うん、戦ってるのが見えたから私も力を貸せればって。勇敢な方なんですね。実は私は異形兵が苦手で思わずひるんでしまったので助かりました。そうだったんだ。自己紹介が遅れましたね。私の名前は。素敵な名前だね。私はベイル。ベイル。ちょっといいかい？マルス？異形兵がいなくなったとはいえ、ここはまだ危険かもしれない。見たところ彼女は兵士ではないようだし、家か宿まで送り届けた方が。それもそうですね。あのベイルはどこから？あれ、いなくなっています。神竜様。セリーヌ、今ここに来るまでに女の子を見ませんでしたか？小柄で長い髪で。女の子？いいえ、見ませんでした。そうですか。すみません、何かありましたか？神竜様にお礼を申し上げたくて。アルフレッドお兄様から聞きました。フィレネへの救援依頼を受けてくださったこと、それからここで助けてくださったことも本当にありがとうございます。いえ、いいんです。アルフレッドから聞いているかもしれませんが、私たちは友達なんですから。友達？お兄様がそんなことを？ごめんなさい、なんて無礼な。信仰の対象たる神聖な神竜様を友達だなんて。そんなに崇めないでください。母はともかく、私は立派なものではないんです。目覚めたばかりで世の断りにも疎くて、失敗することもたくさんありますよ。そうなのですか？てっきり神竜様は全知全能の存在だとばかり。失敗もされるだなんて、なんだかとても親しみやすく感じてしまいます。セリーヌさえよければ仲良くしてください。もちろん喜んで。これからよろしくお願いいたします。